はい、キャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日は一月の十二日、えー、第一手もて六章の一から十までですねはい、六、えー、章までです今日明日でね、えー、手もて終わって新明記になりますけども、えー、一節から見てみます奴隷としての首輝きのもとにある人は皆、自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思われぬ なければなりません神の皆と教えが悪く言われないようにするためです信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽んじることのなくむしろますますよく使いなさいその良い行いが行いから益を受けるのは信者であり愛されている人なのですからあなたはこれらのことを教えまた進めなさいということで、えー、5章の続きで今度は奴隷 奴隷と主人の関係が書かれていていこの頃はね奴隷制度があってもちろん今はありませんけどもでも奴隷としてる首輝引があってもあの尊敬しなさい主人を尊敬しなさいとえそういうことが書かれています。で主人がねあの信者であってすごく優しい主人であったとしても過労じることなくえー 使える奴隷というかね、あのー、使用人としてちゃんと使えなさいっていうそういうことが書かれてます、えー、3節以降違ったことを教え私たちの C.S. キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるならその人は高慢になっていて何一つ理解しておらず議論や言葉の争いをする病気にかかっているのですそこから妬み争いの罵り邪推絶え間ない言い争いが生じますこれらは知性が腐って真理を失い 経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですしかし満ちたれる心をも伴う経験こそが大きな利益を得るのです私たちは何もこの世に持ってこなかったしまた何かを持って出ることもありません。できません異色があればそれで満足すべきです金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人と人を滅びとん破壊に進める愚かで有害な多くの欲望に陥ります 金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きましたと今日ここなんすけれども経験っていう言葉ができますね経験なクリスチャンとかよく言いますけれどもなんだそれって経験っていう言葉ね、えー、で実はその経験っていう言葉は聖書にそんな出てこないんですけどもそんな多くはねでさらにその聖書新約聖書の中で経験 ユセバラユセバラユセバラっていうあ,あと「ら」の中間ぐらいの言葉なんですけども英語だとね「グッゴッドリー」ネスとかあと「信心」っていう言葉を使う場合もあるんですけども経験で経験っていう言葉が一番使われているのが実は第一手持ってなんですね、あのー、新約の中でももう断トツです。8回使われていてい特ににその3章の章節には この経験の大きは偉大です。大きですと。今日のところでも経験にかなう教えとかねえ出てきます。経験、経験って何でしょうかとね神様を敬う、敬って例えばあの、題し手元の一章に書かれている八つの経験を見ていくと経験とは何なのかっていうのが何となく分かってきます。2章、2節では品位を保つものです。 ね、で3章6節は偉大な奥義奥義であるで4章7節では鍛錬が必要ですとしかも4章8節では命を約束しますとで今日のところ6章3節では健全な言葉と教えにかなうとえー、で6の5経験を利得の手段と考えるやつらもいるということで経験層に振る舞ってそれでお金を儲けるっていうことにも、えー、つながるので 経験層に見え、本当の経験じゃないですよね。経験層に見えることは注意しなさい、見せることは注意しなさい。で、その決め手として決めるというかね、あの何が必要かというと、満ち足りる心を伴う経験こそが、まあ利益をも生むので、それを追い求めなさいと。満ち足りる心を伴う経験ってなんでしょうと。ね、この辺あのー、経験については、えー、今日のバイスターでもいろいろやると思うんですけども。 あの想像力が必要だ経験ね経験なクリスチャンって何だろう,こう信仰とはまた違うんですね経験神様を恐れて生きるっていう、ま、だただそれだけなんですけども神様と恐れて生きるとは実際は何なのかとあの文章だけでなくて頭の中だけでなくて神様を恐れて生きるっていう生きるにはやっぱり想像力が必要です えー、一つですね、あのー、聖句というかね詩編の127の1こんなこと書いてあるんですけども「主が家を建てるのでなければ、ね、あの建てる者の努力はむなしい」とかね「主が町を守るのでなければ守る者の努力も」ということでこれはソロモンの確か詩編なんですけど「主が家を建てるのでなければ」っていうのの,そのまあそこから想像するとこれはソロモン主の家というのは神殿なんだけど神殿建てたのはソロモンなんですよ。 だからソロモンが建てたんだけどもそのソロモンが「いや主が家を建てたんです私手伝っただけです」というよりも「私手伝いもしてません」と「神様が建てたんです」と。で「主が町を守るのではなければこれは別に書いてないんですけどもこれ主があのー、というよりもこのダビデの話をするとダビデほどこう戦いをいっぱいした王様はいないんですね。このイスラエルにおいてダビデが、えー、このイスラエルの基礎を作るそのために戦いました。 ゴリアテとも戦いましたし、えー、いろんな敵とサウルともまあね、あの信仰による戦いをしました。で、それはそのエルサレムエルサレムというかそのね、あのユダヤ人の国をね、ダビデが建てる国を守るためだったんですけども、でも主が町を守ると、ダビデじゃないし、ソロモンでもないと。 そういう思いそういうことをこうさらっとというかそういうことを自然に言えてしまうそれがこの「経験」というものの、ね、一つのねじとないかと思います、えー、満ち足りる心を伴う経験ということで「マタイの6の3三読むと「神の国とまずその義を求めなさいそうすれば全てのものを与えられる」与えられる前から神様を求める神様を一番にすることによって与えられるつまり満ち足りる 神様がね、えー、いらっしゃれば全てもうね与えられて満ち足りるっていうのは、そういうような意味での経験さっていうのが、えー、必要なんじゃないでしょうか。今日ここまでしたいと思います。これねまとめて読まないとわからない部分ってのも出てきてちょっと、ね、毎日ちょっとずつなんでちょっとちょっとねあのなんだろう、えー、言い足りないところもあるんですけどもそれはまとめてねあのやりたいと思いますのでそれではまたごきげんよう。